よいしょ、よっしゃ、あー、いや危ない、オッケー、よし、オッケー、おり、おり、ラストジャック、オッケー、もう、これですから、もうえぐれてますからね。はい、おはようございます。埼玉百名山ハンターのサロメでございます。ということでございましてですね、今回お届けいたします再百でございますけれども、秩父の奥の奥に、ございます埼玉百名山宗四郎山ということでございましてね、お届けしてまいりたいと思います。でですね、ちょっと予定していた登山ルートとちょっと違いまして、以前ですね、群馬百名山の天丸山動画上げてると思うんですけども、そことですね、今回同じね登山口ということでこんな感じで、ございまして、林道のですね上の大滝線ということでございましてね、まあこの部分で、ございますね。で天丸山、長付山、前回はね、登ったわけでございましたけども、今回はですねその反対側でございますね、宗四郎山ということでございましてですね、今回この林道上の大滝線が、あ、これ通行止めになっちゃってんですよね。なんでこっちからね、ちょっとバリエーションルート聞かせていこうと思ってたんですが、もうどっちにしてもね、ここをもう完全にね、通行止めになっておりまして、急遽ですね、ルート通り変更いたしまして、以前のね、天丸山方面と同じルートでまずはちょっと攻めてね、そこからちょっと時間次第で、バリエーションを聞かすかどうかということでね、やっていこうと思っております。まあそういったことでございましてですね、行ってみたいと思います。まあ登山開始の状況でございますけれども、こんな感じでございまして、まずはね、整っておりますけれども、まあ今回ですね、ちょっとあれですよね、あの登山のね時間が多少ね遅れちゃったんですよね。なんでまあこれからまあどんな感じでねルート取りしていくのか、まあこの上の方はまだまだね、あの標高ここそこそこあるもんですから、あ、雪が結構残ってると思うんですよね。はい、まあそんな感じでね、まあ装備はあの万全にねして、まあ基本的に宗四郎山はもう破線ルートなんで、完全バリエーションでございますんでね、いずれにしても、はい、まあ難易度はそこそこあるとは思いますんで、気をつけていきましょう。 OK、 こんな感じで、ね、沢をやっぱり登っていくスタイル、そんな感じでございます。 OK、 OK、 あり、いやー、マイナス4がバチバチでございますね。 OK、 よっしゃ、あり、 OK、 いや、ドボン注意報発令中、ここは危ないよ、ドボン注意、よいしょ、おり、おお、おお、怖い、おり、よっしゃ、やっぱりね、まだまだあれだけど、雪残ってんだ、やっぱりな、よっしゃ、ありかい、オーケー、いや、がっつり系ですね、結構雪が、なかなかだな、結構昨日雪降ったんかな、これな、まあそんな感じですね、降った感じしますね、ズボズボだな。オーケー、乗り、よっしゃ、オーケー、乗り、いやー、なかなか、なかなかのスタイルですね、これ。よいしょ、乗り、おお、怖いスタイル。オーケー、乗り、よっしゃ、乗り、ああ、カモン、よっしゃ。よし、おお、すげえ、来たぞ、もうかっこいい滝がねバチバチにありましたよ、これ。ああ、これはいいや、マイナス4がバチバチだ。 OK、 はい、そんな感じでございまして、最高です。よし、でこっちだね、よし、あれ、よいしょ、なかなか怖いスタイル、よいしょ、これね、行っちゃったら終わりだからね。気をつけよ、これ。ほら、もうずーっと行かないようにね。こんな感じでございまして。20センチぐらいかな、足場。ね、幅が。注意。よっしゃ。おり。ああ、かっこいいね。おり。よっしゃ。おり。
よし。うわぁ。ほい。よっしゃ、来た。ほい。またね、こんな感じでジグザグで、ね、またいでくスタイルですね。相変わらず、よっしゃ、ドボン。注意報。よっしゃ。ほい。よし。ほい。オーケー。すげえな、巨大な岩が出てきたスタイル。はい。まあこれね、岩の下なんでね、まあ、雪がないんですけどね。基本的にこれ、結構ズボズボに雪が積もってるんで、意外と、あれですね、もう登山道が、ね、まあ、わからないスタイルなんでね、なかなか、あれですよ、この、まあ登山道伝ってこれね、結構なこんな感じで、ほら、ズボッとね、これね、行っちゃう可能性もこういうのありますんでね。まあすげえ、注意ですね、これね。ほら、これもこの下、ズボズボだと思うんでね。よし。おり注意。オーケー。よっしゃ。おりおりよっしゃ。おりいや、なかなか、ズボズボ、意外とね、おりズボ丸でね、おりなかなか強い、これ。よっしゃ。あり。ああ、すごい。あり。あり。よっしゃ。あり。よっしゃ。し。あり。いやー、こんな感じでございまして、ルートファインディング。これですね。これ登って、この崖登っていく感じですね、これ。なかなかっすね、これ。よっしゃ。これ結構ね、もう、雪がね、いや、ズボズボなんだよね。いや、ほら、ズボ丸のね、注意報がもう完全にこれ、発令中なんですよ、これ。ああズボズボですよ、これ。ああズボズボだぜ。よっしゃ。よし、注意。注意していこう。おり。オッケー、これだ。これを登っていくスタイル。いやー、容易じゃねえぞ、これは。今日は。この雪は。あー、なかなかだな、これな。よし。あれ。あれ。あ、恐怖スタイル。おー、怖い。おー、怖い。おー、怖い。これはもう、ダメだな。おぉ、怖い。怖いね。いや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 。よいしょ。おぉ、怖い。もう、もう行っちゃったら大変だよ、これ。いや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 。ほんとに。もう、おほほほほ。オッケー。相当な、これ。恐怖スタイル。滑ったらアウト。アウトオブザモヒカン。まあそんな感じでございまして、要注意。オッケー。あれ、注意。注意しましょう、注意。オッケー。いや、難易度が、ねえ、さらに、ああ、いい感じになってきましたよ、これ、本当に。おれい。よし。ああ、おれい。よし。おれい。お。なんか、すげえな、階段がありましたね。よし。よし。よいしょ。いや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 。あり。よいしょ。あり。やりきた。いや、いいね。でも、最高ですよ、太陽が。よし。あり。いや、太陽があれば、頑張れますよ。バチバチに。あり。あ、し。あり。いや、バチバチにこれ。ズボズボに。ズボ丸。あり。あり。あり。ひー。
ズボ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 丸のズボ丸キュートだねこれは。よいしょ、バリバリシュバリバリ、よいしょバリ、よいしょ、来たバリ、よいしょ、はい、バリバリ来い、よいしょ、ズボってんなよおい、ズボってるぜおい、あいや、カモン、バリ、はい、もうこのトラバースはおっかねえなおい、下がもういっちゃうぜこれ本当に。おっしゃ、あり、あーおっかねえ、おっしゃ、あり、あり、し、あり、オッケー、これクリア、いや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 、あーでも覚えてるなこの景色は、うん、覚えてますよこれ。やっぱり2回目なんでね、ここはよし、あれあれ、ああ急だ、ああ OK、 だんだんね高度が上がってきましたよ、おり、空がね見えてきましたから、 OK、 もうちょっとでね、ああ登りきりでだと思いますね、おり、いやいや雪にねいい感じでね、ペースがあれ落とされちゃってますけれども、まあでも雪は綺麗だ、ほらこんな感じで注意だねこれは。はい、そんなわけで振り向けばハートということでございましてですね、もう高度がいい感じでございますね、よしもうちょい行きましょう、あり、いやあり、うかうえ、ズボ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 丸兄貴、ズボズボズボゴーシューウリ、あーよっしゃあれかい、うわズボ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 丸だ、おいウリ、いやよし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 、ああ、よっしゃ、おり、これはね、すっぽ抜きのズボズボですよ、これは。ね、ゆっくり、なんとかゆっくり行けばね、雪がこう閉まってるんでね、なんとかちょいズボで、あれですけど、油断するとね、もうズボっと、こう膝上までね、ほら、行っちゃう感じなんだよ、これ。ほら、あら、ゆっくり行こう。ゆっくり行こう。あれゆっくりこう、よっしゃズボズボ、よっしゃ、ふぅ、あれくぅ、ゆっくりゆっくりゆっくり、あーズボズボ、ゆっくり行きましょう、ああ終わりでも綺麗ですね、雪がバチバチで、あれあれ最高だ。ただ、ズボ丸だ。おぉ、ふり。よっしゃ。はあ、こっちですね。よっしゃ。おぉ、最高に気持ちいいじゃないですか。最高に。ふり、ふり。うわぁ、ズボズボ。ふ、はあ、り。いやぁ、でも、すごいですね、銀世界で。綺麗ですね、よっしゃ、あれ、はあはあ、ういやズボズボズボ、おっと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 、ズボキャバン、あれカモン、よし、はい来い、
し、あお、おー、いいね、フリー、あれかい、最高、オーケー、いや、いや、なかなかですね、積雪の深さ約40、50センチかな、これ、かなりちょいラッスルで、ね、ちょいちょいで、まあ雪がね、そこそこ硬いんで、ラッセルもね、2回ぐらいガクッとこう締め込めばね、体重乗せられるんで、まだいいですけどね。いやー、ただね、ほら、あーしゃー、いやー、容易ではないわね、ほら、容易では。でももうちょっとでね、登りっきりなんだけど、いやー、やっぱり、こんだけ積もってるとね、やっぱり長く感じるよな、これ。よっしゃ、あれ、カモン、あー、かー、うり、あー、うり、あー、よっしゃ、登りきりかよ、あれ、よっしゃ、オッケー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 、よっしゃ、来ました、来ました、登りきったぜ、あー、稜線出たぜ。長かったっすね。このズボ丸。いや、出た。で、こっち行くとね、大山ってね、ピークがあるんですけど、すごいいいんですよ。こっちのピークは。はい。ただね、雪の状況がこんな状況なんで、ちょっと大山はね、まあ前に行ってますんで、動画一応ね、過去動画貼り付けておきますんで、そちら見てください。はい。もう今日はね、もう最低限の、あれですね、総城山。ね、途中撤退。ね、そういった、危険もありますからね。はい。この状況ですから、雪が、この先もね、ちょっと、得体が知れない状況なんでね。もう、総城山、最優先。本当は行きたいんですけどね、お山もね、すごい綺麗なんで。はい、そんな感じで。行きましょう、行きましょう。おーり。おーり。マニアックスタイル。マニアックの、キュートスタイル。あれ。ガーリア。うわぁ。いや。カモ。あれ。じゃあ。よく聞くね、おい。聞くわよ、ここも。ああ。なるほど、鳩だな、こら。よっしゃ。ああ。ああ。うらせる。よっしゃ。よし。ああ。ああ。ああ。し。ああ。ああ。よし。よし。うわ。ヘリカモ。ばあ。し。ああ。うわ。し。ああ。し。よっしゃ。さらに、登り切ったぞ、これ。あり。いや、稜線に、出ましたよ。ズボン丸。ガーリー。はい。それでね、これ右曲がるとそこがね、倉門山っていうね、ピークなんですけど、ちょっとね、総城山、こういう状況なんでね、最優先、行きましょう。もう余計なね、あれは使わないで。まずは、ね、最悪、総城山を取らなければなりませんので、最優先ですね。そんな感じで。いやー、いや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 、おーおーおーおおお。ああ、これか、こっちですね。はい、もうここからはね、もう完全破線稜線なんで、もう、また難易度がね、ガンガンこれ、上がっていくと思うんですよね、これから。はい。うわ、もう総城山自体があれなんでね、破線なんでね、完全にそんな感じなんですよね。注意、オーケー、よし、オーリー、よっしゃ、あー、オッケー、来ました、よっしゃ、おー、ここは日当たりがいいからズボン丸じゃねえけど、あー、こっちはまたいい感じの、でも
稜線ですよこれ。よし、ほーら、最高、誰もいねえやこれ。足の踏み跡なんかねえ、もう動物のアニマルですよこれ、アニマルスタイル。よし、動物のみ。よっしゃ、激マニアですわなこれは。まあそんな感じで、おり、ガシガシ行きましょう。おり、オーケー、こんな感じで稜線歩きですから、もう食べながら行きましょう。今日はおにぎりスタイル、こんな感じでございまして、オーケー。ああ、うん、うまい、うん、うん、じゃあこれ、うん、あれ、マニアックだぜこれ。おう、あれ危ねえなこれ。うん、ちょっとここね、同心センサー働きましたねこれは。ここポイントじゃねえからこれ。うん、あー、ほい、来た、ポイント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 、あー来た、いやー来た、この岩場、岩場だと思うんだよねこれを。あー、視聴者の皆様、ううこれもうここまででしょ、ズボッと行っちゃうから。あー、前方のね、あれ、あの切り立った崖、あれが大山なんですよね。だから結構ねパンチがあるんですよ大山は。はい、そんな感じでございましてね、もう行っちゃいましょうこれ、もう感動的だからね。はい、そんな感じでございまして、あの大山をめがけまして行ってみたいと思います。大いなるマンションセザール、ピャッカーン、テレンテンテン、キャラメルコーン、ハハハハハハハー、トーハトー、キャラメルコーン、ピョンピョン、響くね、最高ですよこれ。はい、そんな感じでおにぎりを食べながらね、キャラメルも決まったってことでございましてね、行ってみましょう。いやー本当に今日は、うん、まあそんな感じでね、今日は、あー本当にね、長期戦にもうね突入する可能性ありますよこれね。あー効くなー本当に。いや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 、破線ルートですねさすがね。あー、この稜線はどっちか一旦降りてこっちから巻いていくかな。よし、破線だよねこれ。おー、やばいんじゃないのこれ。こっち崖ですね、崖だなこれな。ここやっぱ登っていかねえとダメなんだな、そうすると。いやー、マニアックだなこれ。あり、よいしょ、あー、もうもう、あー、はい、はい、つくばって、はい、つくばって、はい、つくばって、オーケー、はい、つくばって、オーケー。うわぁ、どん詰まりかよ、これ。どん詰まりかよ、おい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 。崖じゃねえかよ、これ。どん詰まりだな、おい。違うな。違うよ、これ。そっちからだな。おれ、どん詰まっちゃやーよってことだ。ここも注意っすね。あー、これ危ないね。行っちゃったら終わりだな、これな。危ねえな。おい、あり。ここまで。注意して行かねえとダメですよこれ、本当にね。よし、オーケー、よりよっしゃよっしゃ、よりいやー、バチバチですよこれやっぱりね。まあ破線ルートだからしょうがないんだよねこういうのは。しょうがないんですよ、まあ想定内なんですよね。ただこれ危ないよね、これが岩がバチバチにドロッといっちゃうよってことで、まあさっきの岩場がこれですからね。でこれをこの結構これもそこそこの岩場ですね、岩場の上に雪が積もってるスタイルなんで、これも、あ、注意っすね。よし、注意っす、注意っす。
オーケー、オーリー。もうこういうことなんで、おっと、これ時間をね取っとかないとってことなんだよね。あー、これも危ねえな。よし、オーケー、よいしょ、よし、オーケー、よし、よし、注意、注意、オーケー、よし、オーケー、クリア。またでも、無理、オーケー、クリア。よいしょ、オーケー、ガンガン、こんな感じで攻めてまいりましょう。よし、無理、ああ、無理、うわ、よっしゃ、無理、マニアック。よし、来た。いや、バチバチだぜ。バチバチの、チンチンポテトだぜ、これ。なあ、ほら、最高に。いや、でも深いね。そんな感じで。いや、ケーキマニアの、稜線。いや、いただきスタイル。まあ、いいねえわな、今日もこれ。すれ違う人は、まず、そんな感じで、ね、注意して、行ってみようじゃございませんか。よっしゃ、ウォーリー。ふぅ、ああ、ふぅ、ウォーリー。しゃ、いやー、ゴジラ。ゴジラだよね、これ。もう、ゴジラなんだよね。よいしょ。いや、ゴジラ。ゴジラスタイル。もう、激烈猛烈の。もう、いやー、マニアック。ゴジラスタイル。よっしゃ。はい。よいしょ。ほら、ゴジラスタイル。おー、んだこれ。大好きな。ゴジラスタイルじゃないのこれ。いやー、いやー、霧だった。いいわ。いや、いい感じだよこれ。ポロッと大事な強度、オッケー。よっしゃ、おりょう、強度ダメだこれ。ポロ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 、ダメ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 。視聴者皆さん、ほらかい、こういう感じでポロポロしてるからね。これ超注意よこれ、危ないよ。おーれ、おーれ、おーれ、来たよ。うわー、バチバチじゃんかよ、これ。あれ、痛い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 。あれ、あれ。いや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 。すごいね。本当に。バチバチの状況。うわぁ。しかし。いや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 。ああ、冷たい。カモン。あれ。そんな感じで。マニアックなゴジラ稜線を引き続きお楽しみください。あー、痛い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 、あれ、あー、あー、目のつっつき強いですね。つっつき強い。あー、あれ、あれ、まあ破線ですからしょうがないんだよこういうのね。その代わり展望はピカイチなんですよ、これは。いわば。いわば来た。ピカイチですよ、これ。展望は。ピカイチよ、これ。はぁ、あ。はぁ、あ。はぁ、あ。しかし、宗四郎までの道のりがね、すげぇ長えよ、これ。はぁ、あ。すげぇ、長く感じるね。この状況は。はぁ、あ。悪い。うわぁ、また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 。また。ああ、なんだよこれ。いや、直角じゃないこれ。まあもちろん破線なんで、ないんだよね。やっぱりね、鎖はないっすね。はい。そんな感じでこれ、結構難易度は、これありますね。で、岩もこれポロッといっちゃうんでね。はあ、これは注意だね。はあ、ちょっとこっちから攻めようかな。こっちから一旦こっち出てね。よし、こっちから攻めよう一回。これ持って、
うり、こっから攻めた方がいいな。あ、そうだね、こっちから行った方がいい。あー、あり、あー、もう足かけるけどもね、なかなかなんですよね。あー、ちょっと待ってね。はい、そんな感じでございましてね、かなりのもんですね、これは。あり、よし、ああ、よし、うり、ああ、来た。これは今ちょっとね、ハンマーを出しました。危ないんで、相当な、これあれなんで、岩場なんで、ね、直角な。はい、こんな感じで、これもやばいね。ああ、よし、ああ、よいしょ、ああ、想像通りだな、これ。ああ、やっぱ破線だな、これは。破線だよ、やっぱり。ああ、悪い、やっぱ破線だよね。いや、どっちだこれ。よっしゃ、あー、おー、怖い。よっしゃ、岩場がもうバチバチですよ、これ。ちょっと待ってね、これポロッといかねえよな。よし、今日のこれも OK だな。今日も OK。 よし、よし、オッケー、よし、おーり、おー、おー、やばい、いや、すっごいよこれ、本当に。いやー、脇腹が釣りそうになっちゃったね、今。いや、よいしょ、おー、すごい。いや、もう激パンチの激マニア。ああ、もう、言葉がないよ、これ、この、ねえ、絶景、超絶景、ウルトラ絶景、激マニア、ゴジラ。よし。よっしゃ、ゴジラスタイル。あり。いやー、効くねえ、これも。いや、痺れんな、これ、おい。痺れんな、おい。ほんとに。痺れるよ、おい。これは。雪落として。ああ。痺れるぜ、これ、おい。痺れるぜ、おい。いやー。やば。おー、やば。はい、視聴者の皆様ね、ここはもうね、ロープないと危なくてダメですね。まあそんな感じでございまして、今ロープ設定いたしまして、これからね、降下していきたいと思います。OK。強度、OK です。よっしゃ。まあそんな感じでございまして、行きましょう。おり。はい、OK ですね。最終点検、カルビの安全か。OK。よし。あー、もうこれ直角だもんね。よし、それでね、 OK。 よいしょ、これもう絶対無理ですよ、これ。もう見てください、まあこんな感じなんでね、ロープないともうダメですね。はい、よっしゃ、 OK。 よいしょ、よっしゃ、あー、いや、危ないね。もうちょっとね、こっちでガイドしながらね、足で突っ張りながら行きましょう。 OK、 よし、 OK、 おーり、おーり、よし、到着。 OK、 もうこれですから、もうえぐれてますからね。90度どこじゃないですよ。危ない、これは。
到着。よっしゃ。いやー、難易度がやばいね。やっぱり破線ですよね。よっしゃ。よっしゃ。終わり。いやー、なかなかな。厳しい戦いですね。よっしゃ。終わり。なかなかっすよ。終わり。はい。振り向けば、あとさっきの崖ですね。やばいよね、あれ。本当に。そんな感じでございまして。よし。ガンガン行きましょう。よっしゃ。あり。いやー、そうしろは。いやー、遠いからね、まだまだあるからね、そうしろは。あり。いやー、ナイスパンチ。あり。あり、この野郎。フリーナイスパンチ。どっちだ、こっちか。あり、おっしー。こっちだな。よし、フリー、よいしょ。うえ、あれこっちだ。あれ、よっしゃ。いや、難所ですね、これは。もう、難所としか。よいしょ。あり。来た。あり。かも。おり。いや、もう。ケーキパンチが続きます。よいしょ。あり。よいしょ。いいじゃん。オッケー。1、2の、うり。よいしょ。いやー、きっちゃいな。きっちゃいよ、これ。難所で。きっちゃいよ。あり。いや、すげえ。もう、オールセザールだね、これ。オールセザール。あっかんかんのかん。バッチンチンのチン。チンチンポテトも、ね、いただきますってことで。よっしゃ。あり。いやー、マニアック。おり。マニアックだよ、ほら。あり。あり、かい。あり。あり。し。し。ふぅ。うわー。あり。すごいな、これ。おり。視聴者の皆様ね、総城山。おそらくあの尖ってるね。あれかもしんないね。結構まだまだありますね。で、この結構なこのね、まあ、雪はないものの、落ち葉の結構これ急斜面なんで、これも結構危ないですよね。まあ。パー。おー。あれ。よいしょ。いやー、急斜面だね、これは。本当に。いやー、活躍中ですね、これは。これも、いっちゃいますよ、これ。ああ、これもボロボロのパターンだね、この岩は。ポロッといっちゃうパターンだな、この岩は。よいしょ。ああ、ポロッといっちゃうよ、これ。ポロッといっちゃうパターンなんだよ、これ。オッケー。こんな感じで。よいしょ。終わり。よいしょ。おり。オッケーじゃ。よし、クリア。はい、そんな感じでございまして、また、展望ポイントでございます。前方のね、あれ、拳ヶ岳ですね、あれね。
はい。で、奥がね、金プですね。はい、そんな感じでね、バチバチでございますね、これ。はい、そんな感じで、行ってみましょう。ああ、バチバチ。おり。よいしょ。おり。ふぅ。よいしょ。オーケー、オーケー、あーり、急だね。オーケー、これ登ってね、もうあと2回ぐらいね、パンチがある感じですね、そうしろ。よし、もうちょい、オーリー、オーリー、オーリー、オーケー、この超ピークをね、よし、越えて、あ、そう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 、来た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 、全容が見えたぜ、来たぜ、おい。総志郎の全容、やっぱり尖ってますね。これ行ってラスト、総志郎山来ましたよ。全容かっこいいね、総志郎。はい、結構急だな、尖ってるからな。オッケー、よっしゃ、無理、ふい、オッケー。視聴者の皆様、総志郎の取り付け部分にね、来ましたね。よっしゃ、登り。どんな感じなんでしょうね。全般的にね、尖った山でございますからね。どんな感じになるのか。OK。行ってみましょう。ほら。ああ、やっぱ岩山ですね。岩ですよ。OK。あれ。あれ。いやー、来たね。やっぱり、あれですね。よいしょ。よいしょ。急ですね、やっぱり。どっちだ、どれだ、これか、こっちだ。急だね。ああ、いやー、ズボズボ、ズボズボですね。あれ、いやー、これはね、なかなか、なかなかっすよ。よいしょ。あれ、あ、ロープが、今日初めてやったね、これ。ロープがね、ロープが初めてありましたよ。よいしょ、あり、ロープ、初ロープ、あり、あーし、よいしょ、あり、ああ、すげえな、この急斜面。ああ、ロープがあります。ありがとうございます。ああ、あり、うわ、なるほど、なるほどですね。よいしょ、こっちクリア、とりあえず。おい、ラストか、まだだぜ。あー、急だね、急だね、シロー先輩、急だね。ロープがありがとうございますね、ありますね。よいしょ、よいしょ、よいしょ、あり、ふし、あり、ああ、し、ああ。
いや、効くね。よいしょ。よいしょ。いや、効く。効くぜ、オリ。オリ。登り切りました。そしてですよ、視聴者の皆様、振り向けば、鳩ということでございましてですね、これね、群馬県ですね、あれね、群馬県のあれ、穂高、あと谷川岳、あの辺がね、バチバチに見えますね。あれは白根山ですね、草津の。はい。そんな感じですよ。バチバチ。はい。そんな感じで、残る。もうちょっと。はい。気合入れていきましょう、気合入れで。よっしゃ。ラストもまた、999のキューちゃんか。あり、あり。ああ、よっしゃ。よし。よっしゃ。あれかい。よっしゃ。あり。よっしゃ。ああ、あり、ラストだね、これ。登って。よっしゃ。そうしろ。だと思うんだよね。山頂。バチバチの。あれ来い。どうだ。どうなの。どうなのこれね。あれ。そうしろ。来たんじゃねえの、おい。おい。来たぜ、おい。いやー、来たぜ。そうしろ。私の念願のそうしろ、来ましたよ。ああ、来た。ああ、総四郎山。ね、1510。下も、1510と、看板と、アタクシということでございましてですね。結構な雪。大変だったね。本当に状況によっちゃですよ。撤退も考えてたぐらいだったんでね。本当よかった。そしてですね、総四郎ちゃんからのね、まずは、三角点はないですかね。雪でちょっとあれですけど、ないですね。はい。そして360の展望。行ってみましょう。バチバチでございますね。はい。前方、あれ、拳ヶ岳ですね。あと、白岩山とかね、これら、竜宮山とか。はい。これからね、最悪取りますから。はい。こっちと、あっちの、あれ。あれ、雲取りですね。はい。そんな感じでございましてですね。で、こちら側もね、バチバチなんですよ。こっちは群馬側。すごいですよ、これ。はい。あれ、上州穂高ですね。はい。で、谷川岳。バチバチ。あとは、あれですね。あれ、草津の白根山じゃないですかね。はい。いやー、最高ですね。はい。そんな感じでございましてね。とりあえず、最百のね、拳ヶ岳日本百名山、めがけて、行ってみますか。あちらの、そちらの、こちらの、どちらの、こちらということでございましてですね。あの、拳ヶ岳めがけて行ってみたいと思います。はいりはいりふれはいりほう。はりはりふれほうほう。まる大ハンバーグイエーオーケー来た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 。はい。そんな感じでございまして。いやー、よかった。よかったよかったよかった。ありがとうございます。いや、本当に、この雪の中ね、本当によく来ました。結構大変だった。はい。そういったことでございましてですね、下山はね、ちょっと周回でね、降りるスタイルということでございますね。ぐるぐるということでございまして、降りて参りたいと思います。はい。そんな感じでね、はい、名残惜しいですよ。この山頂の展望も、風もね、無風でございますし。圧巻巻の巻でございますからね。もう、見納めでね。はい、総四郎さん。どうも、ありがとうございました。ありがとうございました。総四郎さん。どうも。はい、そんな感じでございまして、降りてまいりましょう。はい、ぐるぐるスタイルで、行きましょう。オッケー。よし。オッケー。よっしゃ。視聴者の皆様、
両神さん、両神さん、もうアップで見える。で、赤岩ですね、あれね。バチバチですね。はい、最高ですよ。はい、そんな感じで行ってみましょう。オッケー。よいしょ。ほり。ほり。よいしょ。ほり。いやー、ここも。いやー、やっぱね、これ。注意。注意ですね。よし。ほり。ほり。よいしょ。うわー。うわー。おーっと。よいしょ。ほり。よし。こっちだ。こっちで。オッケー。よし。うわー。またこれも、よっしゃ、よし、行きましょう。よし、うぅ、ロープに感謝。よし、よいしょ。OK。いやー、急だ。よし、OK。うり、よいしょ。うわ。うえ、よし、よいしょ、うい、うわ、よし、オッケー、よし、よし、おう、いやかなりこれはあれですね、急スタイルですね。雪がね、ほら、あぶねえな、雪が行っちゃったら終わりだからねこれね。よいしょ。よし、あれ、いや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 、おお、あれ、いやー、ここもなか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 のパンチ、パンチスタイル。これ強度、オッケー、強度、これも強度、オッケー、強度ありますね、オッケー、強度あり、オッケー、オッケー、足場、オッケー。グリップ、OK。いやー、これいっちゃったらね、こんな感じで、ダメだからね、これね。よっしゃ。よし。あり。よっしゃ。よし。おり。よっしゃ。OK。いやー、クリア。クリアでございますよ。よっしゃ。よっしゃ。ありがとうございました。総城山。オッケー。よっしゃ。オッケー。よいしょ。はい、そんな感じでね。よいしょ。はい、結構な急斜面でございますけれども。まもなくね、前方に、あれですね、また、結構マニアックだな、分岐がね、あるんですけど。まあ、これも、あれですよね。まあ、破線ルートにも、まあ、なってない感じなんだよね、これ。この先なんだと思って。そうですね。はい。おーし、来た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 。ここがね、分岐でございまして、来るときはですね、こっちから、ね、ぐるっとあのピークね、ぐーっと取ってきたわけでございますが、帰りはね、こっちですね。まあ、破線ルートにもなってないんですけどね、一応バリルートですね。はい。まあ、誰もこれ、まあ、あれですね。足跡ももうもちろんないですね。まあ、動物のアニマルスタイルってことでございますけれども。まあ、そんな感じでね、気をつけて降りていきましょう。おお、すげえな、雪が。そんな感じでいきましょう。降り。ああ。よし。降り。ああ、もうね、これだな。すげえな。ああ、怖い。うお、怖い。よし。よいしょ。よいしょ。うわ、うわ、怖い。うわ、怖
怖い、ロープがあった。やっぱこれバリだけど、あれですね、通り道になってます。これもう怒ったらもう滑落、これこんな感じ。はい、あーこれは助かるね。これここは怖いね、ここは怖いね。うん、これ横にスライドしていくんでしょうね。あーこのトラバースはやばいな、マジで。あー怖い、下が全然見えないからね。スカスカで、ほら強度がこの辺もね、おないんだよね、強度が。怖いな。あー止まったね。よしよしよし、ここね、オッケー、よしよいしょ。うわー怖い、悪い。いやー本当にね、本当あれですよ、これこのトレース引っ張るですよ。はい、そんな感じで難易度バチバチ。はあ、いやーすごいわこれ。よっしゃ。いやーね、これ積雪量がやばいね。40センチ以上あるかな、これは。はい、ただまあ下りだからいいですけどね、まだ。これ登りじゃ大変ですね。よし、オーケー、あり。いやーすごい。いやここも怖いね。どっちだこれ、こっちか、うん、どっちだ、こっちか。はあ、よし。ああ、いやーこれはね、難易度あるね。こっちから降りるかな、ちょっとね、ルートファインディングスタイルで。よし、降り。いやーすごいね、降り降り。おお、よし、うお、よいしょ。いや激烈猛烈に急激な下り坂でございますんで、まあこれもね、一回ずるっといったらね、あれですよね、結構なあれですね、坂ですからね、これ注意でございますね、これね。よし、おり、あれ怖い、怖いよこれ、おり、あれ滑り注意。いやすごいねこれ、本当にこの差がこんな感じでんで、なかなかっすよ、なかなか、これはなかなかっすね、これは。よいしょ、よし。いやこんな感じでね、あまりにもこれちょっと急なもんですからね、ちょっと牽制効果でロープ設定でね降りておりますよこれ。いやかなりこれ急ですからね。よいしょ、 OK。 はい、こんな感じでございまして、いや、よいしょ、おり、オーケー、はい、端末確認、はい、端末まもなく、よし、よし、解除、オーケー、おーっしゃ、おっしゃ、あー、すごい、こんな感じでございまして、いやー、ね、こっちから下に降りられるかな、さらに。よし、オーケー、よし。はい、視聴者の皆様ね、こんな感じで木がですね、もう連続でこんな感じであるような急斜面の場合は、意外とね、あのエイト感というよりもこの木自体を制度をかけてね降りていくっていう主張もありますんで、まあこんな感じでですね、まあこちらもや結びで、まあ視点取りましてですね、まあこっちですね、まあ制度を手で、あの自分の体このぐらいの角度だったら押さえて前といけるんで、まあこんな感じでですね、まあ降りていくようなパターンですね。よし、 OK。 よし、でこれだったらね、あのロープが、あの長さが足りなくなっちゃうっていうことが、あのすぐ分かるんですよね、ここまでですね。はいはい、こんな感じでございまして、よしよし、 OK。 あ、 OK、 来た、来ましたね、オーケー、よし、到着、よし、じゃあこんな感じでございまして、林道、林道ありました、ありました、林道発見、発見、よっしゃ。いやー、ハードだったよ、ハード、ウルトラハード、あれ林道に出てきましたよ。あー来た、いやいやいや、何トンネルだこれは。いや、よいしょ、
天丸トンネル、天丸山の天丸トンネルってことでございましてね、はい、天丸トンネルに出てまいりました。あとはね、こんな感じで林道テクテクスタイルでございますね。おっしゃ。でもね、全然ほらこんな感じで、あのあれですね、車なんか全然通った形跡はないですね。はいはい、そんな感じで行ってみましょう。 OK。 はい、こちらのね、あの通行止めになっております林道のね、状況でございますけれども、まあこんな感じでね、結構あれなんですね、あの道路が陥没してるっていうよりもこういう落石ですね、こういうのがね結構ありますから、はい、まあこういうことなんですね。落石がこういうポイントがいっぱい落ちちゃってるっていうね感じでございますね。はい、トンネル貸し切り状態ってことでございましてですね、セザールザルザルザール、いやー響きますよトンネルは、これ最高でございますね、これ。はい、前方のね、あの存在感のある山でございますけど、おそらくね大投げ師ですね。はい、以前動画上げておりますので、はい、そんな感じでございまして、はい、そんな感じでございましてですね、林道テクテクスタイル、ね、もうちょっとなんですけどね、まあもうこのパターンなんで、今日のね最後の話の方ね、させていただきたいと思いますということでございましてですね、本日お届けいたしましたのは埼玉百名山宗四郎山ということでございましてですね、いかがだったでしょうか。今日のね、ルートでございますけれども、動画の通りでございまして、もう非常に危険でございますね。はい、特にですね、あの倉門山から宗四郎山までのですね、あの破線の稜線、あの破線の稜線は本当にね痩せておりましてですね、で不明確でもう結構あのやぶこぎですね、そういったスタイルでございますので、本当にね危ない状況で、もう動画の通りで、本当にロープがないとどうにもなんなくなっちゃうようなですね、手詰まりになっちゃうような、あの岩場ですね、もう直角の高さ7メーターぐらいのね、あの一箇所、もうあそこはもう絶対本当に危険でございますので、本当にねそういったロープの効果技術関係ですかね、それがないと本当に危険でございますね。はい、まあそういったことでございましてですね、本当にまあ埼玉百名山の中でもね、今回のこの宗四郎山のルート、まあ、基本的にマネ厳禁ですね、まあ、そんな感じでございまして、まあ、難易度の方はねかなりあの上位にランク付けるんじゃないのかなということでございます。で、埼玉百名山なんですけど、今日でね、75座終わりました。残りは山梨とか東京、そちらのねあの方面になりますんで、標高の方がね一気にガッとこう上がってまいりますんでね、そして、もう超ロングの縦走路でございますんで、再百を4つ5つとかね、1日で取っていくような、まあそういったですね、ロングルートの状況でございます。ですのでね、これから埼玉百名山、なかなかね見応えのあるね動画出せていけると思いますのでね、視聴者の皆様ぜひね今後もご視聴よろしくお願いいたします。まあそういったことでございましてですね、本日の動画は以上になります。またですね、私にこんな山のこんなルートね、マニアックなコメント非常に助かりますのでね、視聴者の皆様方のコメント、これ動画に本当に反映できておりますので、ぜひですねコメントによるご支援のほどですね、よろしくお願いいたします。そういったことでございまして、また動画の方を上げていきたいと思います。最後まで見てくださったあなた、これも何かのご縁でございます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の動画、次のライブ配信でお会いしましょう。さようなら、ありがとうございました。